続いては、ねえ、です。ねえ。ねえ。下は上の歯につけて発音します。ねえ。ねえ。皆さんも大きい声で読んでください。 いかがでしたか?。では、ねの書き方を勉強しましょう。ねはこのように書きます。一。二。もう一度書きます。 1>, 1、2、皆さんも書いてみてください。これがねです。な行の最後はのです。 のの下は上の歯茎につけます。のの皆さんも大きい声で読んでください。いかがでしたか。ではのの 書き方を勉強しましょうのはこのように書きます簡単ですねもう一度書きます皆さんも書いてみてください これがのです。